マシメグチャンネル。どうもマシロです。メグです。今日は本間勲引退試合にやってきまして、はい、やってきました。試合終わりました。楽しかったです。楽しかったね。でですね、はい、お仕事終わりのこの方にお話を聞きたいと思います。来ていただきました。はい、どうも森下ギアです。よろしくお願いします。お願いします。おなじみのスタジアム DJ、はい、スタジアム MC。 知っていただけてると嬉しいですけどね。声を聞けばわかると思うんですが、そうですね、顔見ると誰もわかんないんですけどあ、声聞いてようやくあの人ねみたいな感じで言っていただきます。ありがとうございます。承知なんですけども、はい、ちょっと一声。あ、わかりました。いいですか。いいですよ。はい、じゃあ行きますよ。はい、永遠の12番、白岩真四郎。猫とアルビが大好き、佐藤めぐみみたいな感じです。はい、嬉しい。ありがとうございます。貴重な、すいません、ありがとうございます。いやいや、大丈夫です。はい、すごい、ね、感動しちゃった。選手紹介された気持ちになった。あ、はい、ぜひ選手目指してください、はい、本当にね、楽しい試合でしたね、本当に、ね、いや、うん、面白かった、ね、懐かしいメンバーがいっぱいで、ですよね。笑顔がね、絶えないっていうのがやっぱ一番で、うん、こういうね、笑顔の多い試合っていうのがホームでも増えればいいなと、うん、願わずにはいられない。そうですね。いや、なんかもう本当にあの昇格の時だから2003年とかって、うん、あのリーグ戦でも結構こんな雰囲気に近かったっていう記憶をなんか呼び起こした気がして、ちょっとやっぱり最近殺伐としてる雰囲気がある中で、うん、なんか久しぶりに思い出させてくれたなっていうのが良かったし、いい、ね、うん、多分あの選手今ね、はい、あの現役で活躍してる選手をちょっと感じてもらえたのも良かったんじゃないかなって思います。はい、いいきっかけになるといいですね。あ、本当にね、そう思いますね、はい、あのちょうどタイミングがあれじゃないですか、前半と後半の間じゃないですか、前半戦全部終わってっていう、はい、ね、だから切り替えやすいタイミングでもあるので、本当にいいタイミングでこういうものがあったんじゃないかな。全体の印象としてどうでしたか？うん、まあね、僕もそうだし皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、予定してた順位ではないんですよねそれはまあそうだと思います。実際に改めて J2 の苦しさとかっていうのを、まあ、味わったなという気がねしますけどね。なんでしょうね、あの水戸戦はすごく分かりやすかって僕も久しぶりに思い出したんですけど、あの前もそんな感じだったんですよ。2003年の時とか2002年の時もそうで、ただあそこにトゥーリオ選手がいて、はい、で得点が入らなくて決められて負けてたっていうのが、トゥーリオ選手がいなかったんで引き分けだったっていうぐらいの感じなんじゃないですかね。水戸戦は懐かしかったです。もう僕自身もあのなんていうか、やっぱ折れないようにね、うん、するっていうのが、まあ、絶対自分自身に必要じゃないですか、はい、そうなんですけど、あの本当にちょっと前向きにこの2試合を捉えると、うん、あのやっぱりなんでホームで勝てないかっていうと、ホームっていうのは応援してくれるみんながいるから、うん、恥ずかしいものが見せられないっていう感覚って絶対あると思うんですよ。それは結果もそう、本当は結果がそうなんだけど、はい、内容もそうじゃないですか、はい、って言った中で、あの昨日の試合っていうのはすごくある種新潟としてもロングボールに対してこう踏み切ってるんですよ、うん、あのそういう意味で思い切ってて、うん、で思い切ったゲームがようやくできるようになってるっていう意味でポジティブに捉えられるんじゃないかなと。もう 4-1-4-1 でアンカーに柳選手を置いてるっていうのはもう明確にロングボールに対策を取ってて、あのまず点を取られないっていうところを一番に置いてるっていうのも分かるし、だからそういう意味でホームでも思い切ったことがようやくできるようになってるっていうふうに捉えましょう。なるほど、はい、それこそその前 の甲府戦なんかは、はい、あのセットプレー最初の2本で2発やられたりして、はい、でその後の町田戦はこんだけ確か14本ぐらいあったんですよね。で1点も取られてないっていうのは、まあ、明らかにやっぱ違いますよね。あ、はい、だからやっぱそこをまず直そうって言って一個一個直してるっていう意味では守備では間違いなく良くなってるっていうふうに思えるんじゃないですかね。まあ、ただ守備をに強化した分攻撃がある程度犠牲になってるっていうのはあるので、守備を構築した上で次攻撃作っていきましょうっていう多分段階を踏んでるんじゃなかろうかという、はい、苦しい段階ですけど、あのそういう意味ではいい点はあると思いたいですね。ズバリどこが改善されれば勝てるのかっていうのが気になるんですけど。ああ、なるほど、うん、はい、セカンドボールが拾えるようになれば勝てると思います、はい、
っていうことで、まあ、だから多分うまくいってないと思ってる点がまんまそこなんですけど、それもただあの町田線の前半よりも後半は良くなってる、で今回は比較的後半っぽくやれてるっていう意味で一歩ずつは進んでって、はい、まあ、正直4-1-4-1に変えてからまだ2試合なので、まあだからそれはそういう意味ではこれからなのかなというふうに、で多分あれじゃないですか、次の松本戦もロングボールで来るので、多分ロングボール3連戦を踏まえてあの 4-1-4-1 を作ったと思うんで、累積溜まってターレスが出られない、はい、そうですね、多分ターレス選手ありきの 4-1-4-1 ではあると思うので、まあひょっとしたら変えるかもしれないですけどね、わかんないです、それは、はい、ね、まあ、ただ矢野選手が入って素直にやるのか、まあ、どうなんでしょうね、そのあたりも、はい、まあ、でもね、まあ、難しいですけど、ターレス選手も正直 4-1-4-1 で一番孤立してて大変そうだったじゃないですか、あの水戸戦はちょっと良くなったんですけど、っていう意味ではちょっとその辺も詰まってる部分もあるので、そもそもいない前提で考えることによって改善される可能性もまあなくはないかなと。これから森下さんがアルビに期待すること、はい、いやー、まあそれはもちろんですけど、はい、勝利ですよ、はい、で、まあ、できればやっぱりね、スタジアムの MC としてはやっぱホームでの勝利になるとは思いますね、はい、はい、まあ、ただなんか、はい、あのその選手とか、まあ、あのスタッフとか、全てそうだと思うんですけど、今日の本間勲さんのこう引退試合でなんかね、こう思い出した部分っていうのがあって、あ、うわ、これ絶対この雰囲気リーグでも作んないとって多分みんな思ったと思うんですよ、はあ、だからそういう意味ではそのモチベーションも上がるし、あのこれから期待できるなというふうに思います、はい、で、あの本当にこれお願いなんですけど、あの皆さんの力でやっぱチームを鼓舞していただいて、やっぱりヒーローインタビューができるように、そしてまあ万歳ができるようにしてもらいたいなというふうに思いますので、はい、まあ、皆さんも含めて辛い時期だと思うんですけど、改めて気持ちを一つにして、はい、勝利に向かって、声を出してもらいたいなと、僕も出しますんでよろしくお願いします。気になってたんですけど、はい、この伊勢丹の袋は何ですか？あ、これね、あの伊勢丹さんもちなみにアルビのスポンサーさんですけど、あ、でも別にこれ伊勢丹さんの服ではないんですけど、何ですか、今日なんか気合が入りすぎてズボンのここに穴が開いたんですよ、はあ、偶然なんか気合い入れてよしって言った瞬間にスタジアムでビリってなって、はい、これお尻ですか？いや、前です、前、前の部分なんでちょっと恥ずかしい部分です。チャックの下の部分ですね。チャックの下の部分、はい、やだもう、そうなんですよ、やだもう、やだですよ、いや別になんかね、いやらしいことじゃないんです、やだ、いやらしい意味じゃないんですよ、やだ、本当にね、穴開いてで、慌てて、あのうちの家族にズボン持ってきてもらったっていう、はい、ただそれぐらい気持ちの入るゲームでしたね、はい、はい、はい、もうズボンを犠牲にするぐらいの、やばい、すごい気合じゃないですか、すごい気合ですよ、ね、これからも毎試合ズボンを犠牲に、ちょっと嫌ですね、はい、それぐらい気合を入れて何十本も用意しなきゃいけないんだみたいな、よしってやってもらって、はい、ビリッつってスタジアムに毎回響かせてもらって、いやいや、あのマイクを通す必要はないですからねビリは、はい、まあでもそれぐらいの気持ちでね、これからの試合僕も挑んでいきたいなと思いますんで、はい、サポーター一同、はい、本当に気持ちを入れて毎試合挑んでおりますので、うん、はい、もちろんそうですね、はい、一緒に頑張りたいと思ってます、そうですね、はい、一緒に声枯れるまで叫びましょう、よろしくお願いします、はい、森下さんのゴールをいっぱい聞きたい、聞きたい、はい、後半戦はめちゃめちゃ言いますよ、ゴールうるさいぐらいの、今日はね、いっぱい言いましたからね、今日いっぱい言いましたからね、嬉しかったです、まあ、まあ、これがね、呼び声になって、ね、どんどんと後半戦言いたいと思いますんで、一緒に騒ぎましょう、じゃあ最後に、はいはい、森下さんの大好きなちゃんと、はい、歌って締めたいと思います、はい、はい、お願いします、あ、わかりました、はい、ラーラーラー男たちよ、俺の心に火を、ハートに火をつけろ、ラー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 男たちよ、俺の心に火を、ハートに火をつけろ、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、もうこれで後半戦は爆笑、はい、爆笑、爆笑、あ、爆勝ちの方ね、笑いじゃないですよね、笑いじゃないですよね、はい、すいません、こちら本職の方で、本職の方は笑いの方なんです、はい、爆笑と爆勝で、はい、行きましょう、はい、じゃあ皆さんで爆笑しましょう、ありがとうございました、ありがとうございます、
マシメグチャンネル。